こんにちは、このこんばんは。霊夢だぞ。マリサだぜ。フランチャイだよ。なんか今回はいつもと風景が違うな。バカになったら見える景色が変わるって言いますからね。なんだよそれ。まあマリサちゃんにバカになる呪いかけていたから、バカになってるのはしょうがないですよ。なんでそんな呪いかけるんだよ。まあなんとなくって感じですよ。なんとなくで呪いをかけるヤバい人だ。で、なんで今回は珍しくクリエイティブからなんですか？見てください。周りには何もありません。ほんとだな。それでどうするんだ？それだけですけど、動画終わるぞこら。申し訳ありません。じゃあ簡単に企画を説明していきましょうか。お願いします。簡単に言いますと、チーターと対マンします。は？ちょっと待って、は？あ、チーターってあれですか？猫科の動物ですか？違うよ、ちゃんとプレイヤーですよ。いやいやおかしいだろ。なんでチーターの知り合いがいるんだよ。チートは規約違反だぞ。あ、すみません、言葉が足りてませんでしたね。今のままだったら誤解されてしまいますね。なんだ今のは誤解か。よかったよかった。霊夢さんがチーターと関わりがあったら報告するとこでしたよ。言い直しますと、私が相手にチートを使わせて対マンをするのです。もっとやばいわ。霊夢がチートを使わせる？それもう霊夢アウトだろ。いやいや何言ってるの？なんか誤解してない？いや誤解してないですよ。霊夢さんを報告しておきます。やめてやめて、私の話を最後まで聞いて。とその前にこれを見てください。これですよこれ。パワーアップギャラリーってやつです。これは何なんだ？これはですね、こんな感じで設置することができるのです。何の効果があるんですか？実はこのアイテムとてつもなくすごいことが起きるのです。とその前に一種類あればいいので他は消しましょう。よしオッケーですね。そしてこのアイテムこんな感じで設定ができるんですよね。なんか一番上にダメージ倍率ってありますね。そうです。これなんですよ。このアイテムを取った人のダメージを上げることができるのです。つまりこれを取った人がダメージ増加チートを使えるってことか。そうです。そしてこれは最大4倍までできるのですよ。だから今回は相手にこのアイテムを取ってもらって対マンをしてもらうのです。霊夢がチート使いの相手にどれくらい戦えるかだな。それじゃあまずは対マン場を簡単に作っていきます。それで入ってみよう。さあ簡単にマップを作りましたよ。そして今回は対マンするってことで一人呼びました。いつも撮影に付き合ってくれるやつだな。協力者を殴らないでくださいよ。そして今回使うのはお互い金ポンプと金スカーですね。金ポンプと金スカーがダメージ4倍になるとどうなるんだ？一回ダメージ量を見てみましょうか。通常の金スカーのヘッドがこんな感じですね。54ダメですね。ってことはそれの4倍だから216、一発で終わるんだが、攻撃を食らわなければいいのだよ。胴体でも144ダメ出ますよ。そして恐ろしいことにポンプは胴体で400出すことができるぞ。それじゃあちょっと4倍アサルト体験してみましょうか。いや、やばくないですか？ちょっとこれ勝てます？当たらなければいいんだよ。うえーい。もうやけくそじゃー。行くぜー。早く行け。それじゃあ、スタート。うわ、やばい、始まっちゃったよ。これ勝てるのかな？上を取り続ければいけるのかもな。よし、まずは屋根を仕掛けられたぞ。ちょっと待って、今一発で建築破壊しなかった？ちなみに建築兵のダメージも4倍ですよ。それってアサルトゴリゴリされたら終わりなんじゃ。建築がアサルト一発によって壊れるな。まるで豆腐じゃないですか。でもさっき少しダメージ入れることができたから、このままちまちま行けば勝てるかも。上に敵さんいますよ。と思ったら下に降りてきたな。そしてアサルトゴリゴリ、不思議と建築が溶けていきます。うわー、なんだお前、うるせえわ。チート相手に勝ったんだけど、相手のエイムに救われましたね。チーターに勝ったとか私ってすごいんじゃね？それじゃあこの勢いのまま行くぜー。さっきは相手のエイムに救われたけど、今回も救われるとはいかないからな。気をつけろよ。了解です。はっはっは、足が見えているのですよ、お嬢ちゃん。ナイスダメですね。まあ数字的にはちょっとでしたけどね。でも相手からしたら当てられたってことで、焦ってくれるかもな。だったらもう一回当ててやるぜー。ナイスです。これでもう90近くは削ったのかな？ってあぶねー。一発でも食らったら終わりなんだよ。マジでショットガンならかすったら負けだからな。なるべく当たらないように。そしてこっちは隙間をちょこちょこ狙っていきましょう。じゃあ、ミスった。何してるんだか。せっかく上に上がってたのに、これで相手が完全に有利になりましたよ。だったらまた上に上がっていけばいいだけの話ですよ。あ、やべ、おい、またミスってるじゃないか。あれ、またミスったんだけど、なんか今日はうまくいかないな。上に敵さん来たぞ。だったら降りてこいやー。落としたところをしっかり当てて、シールドを割ることができましたね。そしてそれにびっくりしたからか、敵さんは下に落ちちゃったようだな。それじゃあ少し待ちましょうか。なんか上取られてたんですけど、私建築バトル用の上取る建築持ってないので、上取るの難しいんですけど、でもなんか取れましたね。いや、行ったー。でもカスダメですね。カスダメでシールド割れるのはヤバすぎるだろ。こっちに行ったなら囲ってやる。これは囲えたんですか？いや、囲っても一発で建築壊されてる。そしてさらにダメージ入れたな。よしよし、これもいけるぞ。ただ相手が上にいるから AR 打たれたらきついな。建築が無意味になってしまうんですよね。うわ、怖。建築の張り替えも気をつけてください。全てが一発だからな。ペイントを入れてちょくちょく当てるしかなさそうですね。それがいいな。まずはボックスで移動すると見せかけて、合間合間で攻撃するの作戦です。いや、 AR 打たれてるぞ。やばすぎるでしょ。何これ、チーターじゃん。いや、チーターなんだわ。建築張り続けても意味なさそうですね。
ちょっとここで攻撃倍率を3倍に下げてみましょう。3倍でもポンプ胴体ワンパンなんだよな。でもさっきよりは戦いやすくなるのでは。さっきと同じ感じで戦えばなんとか勝てそうですよね。よし、それじゃあ頑張りますか。まずはいつも通り縦積みですね。ちなみに霊夢はジャンプでの縦積みができないから、ジャンプしない縦積みになっているぞ。へへへ、私の弱点ですね。そして今敵さんの屋根で邪魔しましたね。いやー、出てきたところを狙おうと思ったけど当たらなかったか。そして敵さんは上に上がろうとしてるな。グヘヘヘヘ、だったら屋根を置いてそのまま囲っちゃうのですよ。完璧だー。なんでだよ。ワンパンだな。これ使ってる方気持ち良さそうですね。ずるい、私も使いたい。今回はやられる係です。まだまだー。今回こそは勝つんだ。いや、チート相手には別に勝たなくてもいいんじゃないか。って欠かせないだろ。最初から諦めるなー。諦めたらそこで焼き豚ですよ。よし、屋根入れることができた。焼き豚って怖すぎだろ。だったら諦めないわ。よし、また進路妨害できた。いい屋根での妨害ですね。うわー、捕まえたかったけど壁を蹴なかったー。うわ、怖。マジで一発で壊してくるの怖いな。本当にホラーだよね。はっはっは、そうやってくるならまた屋根で閉じ込めますよ。いや、いったー。マジで痛いって。でも霊夢は154ダメ入れたから、HP 的には霊夢の方が有利だぞ。今の一瞬チーターよりもダメージ出しましたね。撃って撃ってくるなー。いや、建築物全部壊れてたー。マジで強いな。これがチートなのですよ。ちょっとね、強すぎるのでさらに攻撃倍率を下げて、2倍でやっていこうと思います。2倍でもワンパンされるから気をつけろよ。てか倍率ついてる時点でワンパン確定ですね。食らわないように頑張っていきましょう。それではまずはいつも通り立て積みですね。ここはいつもと変わらないな。そして屋根入れしようとしたけど失敗しちゃった。でもしっかり横飛びして屋根を入れましたね。そのおかげで1回上に上がるのを防げるから、屋根は本当に強いね。そして相手は上に上がろうとしてるな。階段を蹴なくしたけど、壁を置かれて攻撃防がれちゃった。いや、横に行かないで。ちょっとでも隙を作るとやられるって思うので、油断できないですね。やば、床編集したら壊れちゃった。でも相手もまだあんまり上がってないから助かったな。そしてそのまま上を取ることができた。敵さんは霊夢さんが置いた屋根に詰まってますね。そしてそれたところを後ろから当てていく。それにびっくりしたからか、相手は下に落ちちゃったみたいだな。さあ再開しようじゃないか。何上に上がろうとしてるのかね。ナイス40ダメです。そしてそのまま壁を置いて囲っちゃうもんね。囲うことには成功したな。編集してきたけど、攻撃をするんじゃないんだね。でも逃げられたな。くそ、せっかく囲ったのに。でもダメージ当ててるので霊夢さんの有利ですよ。ここの床編集してこないかな。さすがにしないか。あれ、どこ行ったんだろう。横から出てきたな。だったらそこを狙いましょう。隙だらけですよ。ナイスシールドありです。HP はまだマックスだけど油断したらやられるぞ。だから私は油断は絶対にしませんよ。そしてこのまま編集して GG です。やったー。ナイスです。これでもう一回勝てたら本物だぞ。よし、勝ってやる。ってことで最後の試合はノー実況でいきましょう。いや、っぽーい。これはもう私がチーターってことでいいでしょ。チーターはダメだろ。2倍には勝てるようですね。ということで結果は、2倍には勝てるけど、3倍、4倍はチー。というわけで今回の動画はここまで。もしよかったらチャンネル登録、高評価、いろんアンダーバーネちゃん、にクリエイターサポートしてください。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、せーの。またね。次回は私がチートを使う番ですね。